ムハンマド・ナジーブラーは、アフガニスタンの政治家、共産主義者で、元革命評議会議長、元大統領。日本の報道や書籍ではほとんど、ナジーブラと表記、呼称されていた。パシュトゥーン系のギルザイ部族連合、アフマドザイ部族出身で、部族長の孫として、カーブルで生まれた。父親は中パキスタン・ペシャーワル領事。青年時代は、怪力のため、 牛のあだ名が付けられた。ナビブラー高校を卒業した後、カーブル大学で医学を学んだ。1965年には、共産主義政党であるアフガニスタン人民民主党に入党し、パルチャム派に属する。政治活動に携わりながら、1975年に大学を卒業した。1977年には、党の中央委員会に入り、幹部となった。 その後1978年、プドパによる、ムハンマド・ダー・ウード政権打倒のクーデターが、成功したが、プドパ内はハルク派とパルチャム派に分かれており、このクーデターで支配権を得たのはハルク派であった。ナジーブ・ラーは中イランアフガニスタン大使として、テヘランに短期間赴任したが、やがて政治の世界から姿を消し、ヨーロッパに亡命した。1979年、 ソ連のアフガン侵攻が起こると、首都カーブルに戻り、翌年には秘密警察キャドの長官に任命された。当時のアフガンでは、暴動やテロの危険が高まっており、数万人に及ぶアフガン国民がキャドにより逮捕、拷問、処刑されたとされる。1983年、中条。1986年5月4日、バブラク・カールマル人民民主党書記長が失脚すると、 ナジーブラーは公認の初期長に就任。1987年9月30日、革命評議会議長に就任。同年11月30日、ローヤジルガにおいて新憲法が採択され、大統領制のアフガニスタン共和国となるとナジーブラーが大統領に選出された。しかし1989年にソ連軍が撤退すると彼自身が任命した 国防省によるクーデターが発生し、独裁的政治手法を緩めるなど、怪獣策を取ったが、ムジャーヒディン勢力の抵抗運動に屈服する。1992年4月15日、カブールにおいて、軍事クーデターが勃発し、翌4月16日に、大統領職を辞任。国外逃亡を図るも、反乱軍に阻止され、結局は、カブール市内の国連事務所の被護下に置かれた。 しかし1996年9月26日にイスラム原理主義勢力ターリバーンがカーブルを制圧し政権を獲得するとナジーブラーは国連が用意した逃亡用の自動車から引きずり出され捕獲された。翌日27日、アフガニスタンを混迷に陥れ、神の意志に従わぬ配信者などとして局部を切り取られた上に市内を車で引きずり回され、 その遺体は吊るし上げられた。ナジーブラー側近として国家保安省警護局長を務めていた実定、アフマジャイ将軍も同時に捕獲、殺害され、共に遺体を吊るされた。ナジーブラー兄弟の遺体は後に、アフマド材部族が住むパクティアー州に埋葬された。重要日誌1986年596ページ。重要日誌1987年。 641ページ。重要日誌1987年642ページ。遠藤557から558ページ。遠藤557ページ。アフガン大統領府で謎の人骨発見。身元調査へ2015年10月7日。アフプブニュース。ありがとうございます。